魚がこういうふうに置いた状態で無理なく呼吸ができるようなところに置く、それはどういうところかというと、上からゆったりした水が魚がこう停止、この状態で静止していても水の中を通り抜けるような感じのところを選ぶわけですね。で魚は絶対乾いた土とか砂とか石の上には絶対あげないことですね。必ずこう水の中で、でこういう状態にしておけばもう特にヤマメなんかはね、もうこの状態でほとんど動きません。ですから全く魚も弱ることなく、こんな状態で写真を撮っていただければいい。でこの時に一番皆さんがお持ちの道具で大切なのはネットなんですよね。このネットのこの目の大きさ、あとはこのクレマナのこの繊維の太さ、これがとても大事になるんです。それはなぜかというと、このネットのこの網の目のこの繊維が細すぎて柔らかすぎると魚が呼吸するときにそれを吸い込んでしまうんですよ。エラをパク口をパクパクするときに、そうするとその吸い込んだ繊維が魚の口に引っかかる、歯に引っかかる。だからその歯に引っかかることによって魚が呼吸をしづらくなるっていうことなんですね。であまり細くて柔らかいとそういうことが起こってしまうので、だいたい網の目っていうのはもうこれぐらいの太さがある、あるといいと、網一つの目の大きさというか、だいたい、これ周りはちょっと大きいですけど、この内側のものは1センチぐらいですからね。で、網目の割には比較的太い繊維を使っていただきますので、でこれで、さっき言ったみたいに頭を上流側に向けて、あまり速い流れじゃないところがいいです。必ずね、ヒレをね全部広げた状態じゃないと魚嫌がります。一番問題なのはこのね裏側の胸びれがこう変な風にこう曲がっちゃったりすると、それで暴れちゃう。腹びれもそうです。だからよくこっち側のヒレの状態を確かめて、ちゃんとパーンとこう開いてればすごく安心しますから。ね、魚が一番嫌う水の中の状態っていうのは、上下の波なんですよ。っていうのはどういうことかっていうと、例えば湖の波打ち際にこう寄せては返す波みたいなちゃっぽんちゃっぽんしてるこうあれですね。でそういうところに魚を置くと、魚がこう自然というかこう上下にどうしても動いてしまう。魚っていうのは要するにある一定方向からの流れを受けながら、そちらに頭を向けてヒレを張る、その状態が一番安定するんで、それを妨げるようなこう上下の波があると、魚が動いてしまいます。で上下の波っていうのはこういうところでは、要するにここに置いてくからこの周りを歩き回る。そうすると上下の波が魚に行っちゃいますから、で上下の波が魚に行っちゃったりするともう魚パニックを起こしてもう途端にも暴れ出します。で、ね、魚が暴れても何してもね、絶対強く握ったりなんかしちゃいけません。魚と戦わないこと、ね、もうこの状態であればもう何しても全然魚はナスがままっていうか従順で何もしません。これがちょっと魚の体調が悪くなると、もっと色がねサビみたいなのが出てきますから、もうそういうのはすぐ見ていても分かっちゃいますからね。あとはね魚の取る位置ですけど、こう角度によったらこれを横に寝せてしまうと光を反射して光ってしまいますから、なるべくこう魚をこう斜めに立てる感じですね。で晴れてる日はですね、この水とのこの境目の線っていうのがギラッとこう一つの白い帯みたいになってしまうんですね。でそういうのを晴れてる日っていうのはこの線が、抜けて要するに目立たないんですけど、曇りの日っていうのはこれがね線みたいにこうちょっとすごくこう目立っちゃうんですね。そういう時はね魚をだからもう全部沈めちゃうんですね。こういうふうに全部魚をこう沈めた状態で取るとその線が出ませんから、きれいに取ることができます。もう完全にリラックスしきってます。はい、基本的に今みたいなことをこういうふうにするんだっていうことを基本として魚を扱っていれば、はい、それを落ち着いて人間がしてあげれば、魚がこっちは気が動転すればするほど魚もその気持ちを察しちゃいますから、魚を両方でパニックってたらいいこと何もないですから、はい、ね、夫婦喧嘩だってそうですね